モハメド・アリはアメリカのボクシング選手。小学生の時、警官の勧めでボクシングを始めたアリは、アマチュアボクシング界で着々と実績を残し、ローマオリンピックで金メダルを獲得。その後すぐにプロボクサーとしてデビュー。ヘビー級で2団体の王者となり、世界的ボクサーとなった。アリのファイトスタイルは、人々を魅了した。フットワークを用いてペースを握り、スピードとキレのあるパンチで相手をじわじわと追い詰めていく。その姿は、蝶のように舞い、蜂のように刺す、と評された。一方で、アリはリングの外でも戦った、ベトナム戦争の徴兵に、俺はあいつらに恨みがない、と拒否するとともに、白人による黒人差別への批判を展開。すると、王座や3年以上に及ぶライセンス剥奪、徴兵回避による有罪判決、さらに世間からの痛烈な批判など、様々な仕打ちを受けることになる。だが、アリは負けずに、白人中心的な社会への挑戦的な言動を繰り返す。これらはやがて、アメリカの反戦ムードの醸成、公民権運動への多大なる貢献と認められるようになり、アリはその名誉とボクサーとしての人生を取り戻した。また、晩年は国連平和大使として、病を押して紛争地域に出向くなど、世界平和を願い続けた。